自民党員が3万人減ってですね、109万人になってしまったようであります。これ理由はいろいろ考えられますけれども、私は LGBT 理解増進法、これ通しちゃったのが一番効いたんじゃないかななんて思っております。もう一つはですね、若い人で自民党員ってあんまり考えにくいもんですから、高齢者さんの自民党員が自然減少したせいかな、さらにはですね、自民党が若者を取り込めていない、だから減る一方になってしまって3万人減ったのかな考えております。去年はですね159万人、亡くなっております。そのほとんどが高齢者さんたちなんですけれども、やはりですね、自民党員なんていうと若者よりはお年を召した方の方の方が多いと思われるんですよね。それで言ったら他の党も減ってると考えられるんですけれども、やはり自民党は党員だけで100万人ということで一番減りが多かった。LGBT 法だけではありません。自民党は少子化対策の財源にするから社会保険料を上げますと、国保税増税なんかもやっております。岸田総理は増税メガネと呼ばれることを恐れて増税じゃない、言い張っておりますけれども、社会保険料、国民健康保険は国保税なんですから、これを上げることはすなわち増税であります。今は国民健康保険滞納すると、口座凍結、資産没収、普通の税金の滞納と同じように扱われ、またメディアなどの扱いも国保税という通りなの方が通用してるんですから、岸田総理がやってることは明らかな増税であります。今はですね、年金滞納しても普通に差し押さえ口座凍結されるそうであります。今のですね実質税負担率は 47% 47% の実質税負担率となっております。もちろん会社や高所得者の方がいっぱいいっぱい取られるんですけれども、私が20代の頃30年前は 35% でありました。その頃のですね12% も上がっております。私ら20歳の頃は実質税負担率 35%、 現在は 47%、 非常に税金や社会保険料の負担が重い世の中となっております。実質税負担率はじり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 上がってきております。こんなんでどうして我々青春時代 35% で税負担を過ごしていた人間たちが今の20代の若者に結婚してくれ、将来に希望を持って子供を産んでくれ、こんなことが言えるでしょうか。少しでもですね減税して実質税負担率を減らすべきであります。できれば私が20代の頃の 35% に 12% 程度安くすべきであります。今から50年前は何パーセントだったかというと 25% であります。今70代の方が20代の頃は実質税負担率 25% でした。今は 47%、 ほぼ倍になっております。こんなんでですね、とてもとても我々中高年が若者に対して結婚して子供を産んでくれなんていうことはできません。じり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 税負担率を上げていったのは結局は自民党なんですよね。1955年に結党して以来ずっとずっと
税金負担率をじり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 上げてきたのは自民党であります。結党して以来69年、憲法改正するぞ憲法改正するぞ、掛け声は忙しいんですけれども、またそれに期待している人から投票してもらっておきながら、一言一句一丸も一つの点も変えられていないのが自民党であります。会見やるやる詐欺でよくもまあ皆さん69年騙されてきたもんだな。かといってですね、他の党はというとこれが論外ですから悲しくなってしまいます。社会党の時代から、まあ、民主党となりまして、今は立憲ですか、そうなっておりますが、民主党時代にですね、その当時幹事長だった小沢一郎が民主党内で政策議論してはいけません、一律に禁止いたしました。おかげで民主党は公約、選挙の公約打ち出せないで選挙を戦うようなことをやっております。どうして小沢一郎は民主党内党内議論を禁止したんでしょうか。それはですね、民主党のメンバー揃いも揃って俺が正しいなんてやつばっかりで、見てくださってる、ああ、応援してます、チャンネル登録してます。お体大丈夫ですか。大丈夫、心配です。いや初めて来たんですけど、まあ、あっちに向かって喋るしかないなみたいな。そうですね、いやどっかで聞いた声がするなと思って今ちょっと聞きました。はい、民主党でですね、議論が成り立たないっていうのはメンバーが揃いも揃って俺が正しい、俺に従え、こんなやつばっかりだからですよ。古くはですね、逃げ回ってた日本赤軍の連中がですね、長野の山の中で総括と称してリンチして気に入らないメンバーを殺して埋めていた山岳ベース事件なんていうのもありますけれども、日本の左翼は本質的にその頃から全く変わっておりません。何の根拠も示さずにですね、大声、恫喝、威圧、こんなんでですね、俺が俺がってやってるもんだから議論が成り立たないんであります。小沢一郎は民主党はそういう連中ばっかりだ、見破りまして、ありがとうございます、頑張ってくださいね。ありがとうございます。この前のですね、最新調査で岸田総理の本当の支持率が判明してしまいました。内閣支持率は 20% とは言ってますけれども、岸田文雄自身の支持率は 6% でありました。これはですね、次も岸田総理がいい、と答えた人がたったの 6% しかいなかった。残りの 94% はもう岸田はやめてくれ、こういうふうに考えているわけで、9月に自民党総裁選挙ありますけれども、これは岸田現総理の立候補危ぶまれます。立候補してもどうせ当選しないんじゃないか、こういう可能性が大であります。岸田総理の本当の支持率は 6%、 94% がもうやめてもらいたい、こう考えている。これは理由がありまして、やっぱりですね、増税ですよ、保険料値上げします、再エネ賦課金3倍にします、森林環境税を新しく作ります、金融資産の配当税を上げようかな、こんなことやってるんですから、増税メガネと言われても仕方ありません。本人は嫌がっているようでありますけれども、6月にですね、皆さんに4万円配って、定額減税、減税しました、威張るつもりらしいんですけれども、そんなものは保険料値上げと再エネ賦課金値上げで吹っ飛んでおります。簡単に吹っ飛んでおります。皆さんに6月に一律4万円配るのはただのポーズであります。こんなもんで減税しました、
胸を張っても岸田総理の支持率は決して上がりません。もう一つ岸田総理の支持率が上がらない理由として、賃金の上昇に物価の上昇が負けている、実質税負担率24ヶ月連続減少というものがあります。大手企業はですね 5.58% 程度上がったみたいでありますけれども、中小は上がってないところ多いんじゃないでしょうか。全くですね賃金上昇実感できない、景気はいい言われてますけれども庶民は実感できないのであります。実質税負担率と同様に実質賃金が右肩下がりが止まらない限り、岸田政権の支持率は上がらないことでしょう。9月に自民党総裁選、岸田総理出るんでしょうか。自分の本当の支持率が 6% しかないことを知っているんでしょうか。聞く力聞く力なんて言ってますけれども、そういう情報は得てるんでしょうか。私は岸田総理が情報を張り巡らしてですね、いろいろ調べてるとはとても思えないんですよね。いろいろ調べていたらですね、評判が悪い韓国とのスワップを再開したり、評判が悪い韓国と、貿易ホワイト優遇政策復活してやったりはしないと思います。だいたいですね、韓国は竹島を軍事占領している敵国ですよ。全くの軍事敵国ですよ。どうして韓国人の皆様は日本国内をのんきに観光できるんでしょうか。どうして日本は韓国と国交があるんでしょうか。普通ですね、自分たちの領土を不法占拠している国がありましたら国交断絶してですね、激しく返せ返せと、返さなければぶん殴ると、こういうのが普通の国の振る舞いであります。私はそんな敵国と友好を深めるための日韓議連なんてものがあることがまず信じられません。麻布に韓国の大使館あるんですけれども、普通の国ならですね、島を盗んでる国の大使館なんか追い出すのが普通なんですよ。この普通でないことを69年間ずっとやってるのが自民党ですよ。結局ですね、若者が結婚してくれない、子供を産んでくれない、息苦しさを感じている、全ての原因は結局は自民党ですよ。立憲、共産、社民、令和、他にも悪い党はいっぱいありますけれども、あの人らは結局は野党で権力が小さい、国会議員としての権力はありますけれども、政策決定、法律作る、そういう権力が小さい。自民党は権力が巨大ですから、法律も好きなように作れますから、 LGBT 法案のようにですね。ありがとうございました。有害度が共産党と比べて桁違いに大きいのであります。自民党が変なことやると我々の生活途端に苦しくなるのであります。全くテレビ報道、新聞報道しないもんですから、ご通行中の皆様は、私が河野太郎デジタル大臣に民事の名誉毀損で訴えられていることなど全くご存じないかと思います。私がですね、河野一族が所有する日本端子という会社、この会社がですね、中国で元気に商売をやれている、ということは中国共産党の言うことを聞きまくっている、逆らっていない、忠実である、言いつけ守ってるということからですね、河野一族中国共産党の犬、ブログに書いたところ名誉毀損で訴えられました。河野太郎です。河野太郎はですね、なんと名誉毀損で訴えた原告であるにもかかわらず法廷に出ない、本人尋問は必要ない、言ってるんですけれども、私のついた弁護士さん、頼んだ弁護士さんは弁護士家業を50年以上やってる大ベテランですけれども、
そんな民事訴訟一度もない、言っておりました。裁判長もですね、それでどうやって精神的損害を証明するのか、相手側の弁護士に問いただしていたそうであります。民事訴訟法208条というものがありまして、民事の裁判でですね、原告が出廷しない場合、言い分は認められない、こういう条文がちゃんとありまして、このまま河野太郎が法廷から逃げ続けていると、私の方が勝ってしまいます。河野太郎はですね、記者会見でもですね、はい次の方、はい次の方、こういうような言葉を繰り返して記者から逃げ、国会でも所管外です、所管外ですを繰り返して答弁から逃げ、SNS ではブロックしまくって質問や批判から逃げ、今ここで法廷から逃げ、逃げ太郎、私は思うんですけれども、逃走本能だけは人一倍、人より多くの逃走本能を持っているな、感心しちゃうな、考えております。現役大臣ですから、なんといっても河野太郎は、これがですね、裁判所行って証言する、なんてことをしたら、さすがのテレビも取り上げざるを得ないのではないか、私は考えているんですけれども、相手はそういえば1万人のデモも無視した、フジデモですけれども、世界最悪の日本のマスゴミは現職大臣が一般人を民事の名誉毀損で訴えたという史上初の出来事も報道しないで無視する可能性も十分あるな、考えております。何せ日本のマスコミは世界最低であります。日米英仏独ロシア中国のですね、メディア関係者アンケート調査では、事実をありのままに伝えるという数値が一番低いのが日本でした。なんとロシア中国よりも事実をありのままに伝えないでいいって考えてるジャーナリストが多かったのが日本のメディアでありました。その率はですね 35%、 事実をありのままに伝えるのが大事だと考えている日本のメディア関係者 65%、残りの 35% は嘘ついてもいいって考えているテレビ新聞が多いってことであります。そういえばですね、最近朝日新聞が日本人女性カップルがカナダ政府に難民認定されたなんて記事を書いておりましたけれども、カナダ政府は難民認定の理由や、難民認定された方の個人情報一切公開しないそうであります。まあ分かりますよね、これは、やいのやいの言われると嫌だから個人情報、出さないというのは分かります。じゃあなんで朝日新聞はカナダ政府が秘匿する、隠す情報を知ったのか、どうして日本人の女性カップルが難民認定された、どこで知ったのか、嘘の可能性が高いであります。朝日新聞はカナダ政府が難民の情報を出さないことをいいことに好き放題書いている可能性があります。これがもし事実だとしたら、朝日新聞はどうしてカナダ政府が隠している情報をどうやって誰から知ったのかを追及する必要があります。朝日新聞はカナダ政府にスパイを紛れ込ませてんですか、こういう疑いも出てきますね。朝日新聞は嘘つき新聞ですから、ネット界隈ではまた嘘ついてんのか、また朝日ってんのか、また慰安婦やりたいのか、徴用工作りたいのか、こんな意見が多数でありました。朝日新聞は日本を痛めつけられれば何でもいいもんですから、
どんな嘘でもつきます、それが日本のメディアの質であります。世界最低の嘘つきが揃っているのは日本のメディアであります。子供率っていう数字、皆さんご存知でしょうか。これはですね、人口に対する小中学生、つまり7歳から15歳までの義務教育機関の子どもが人口の何パーセントいるか、っていう数値なんですけれども、ここ足立区のお隣川口市では日本人の子ども率は 7.1% でありました。つまり日本人が100人いるうち7人が小中学生である、こういうものなんですけれども、同じ川口のクルド人、こちらがですね、同じ川口のクルド人の子供率、これがなんと 20% だったそうであります。つまりですね、日本人の約3倍子供が多い、子供を抱えている、子供を増やしているということになっております。これはですね、難民申請何回でもできて、落ちても落ちても申請できて、10年でも20年でも不法滞在状態で日本に入れるようにしてしまった民主党政権のせいで、家族ごと難民申請して居座ったりですね、また日本に来て不法滞在状態なのにもかかわらず、せっせと子供を産んでですね、そんなこんなで日本人の3倍の繁殖率を誇るようになってしまいました。このままでいったら川口はクルド人だらけになってしまいます。日本人が少数派になってしまいます。さらにはですね、日本政府法務省が日本で生まれて小中学校に通っている不法滞在者の子供、それとその保護者、つまり不法滞在者ですよね、不法滞在者夫婦は子供を産んで小学校に上げさえすれば日本に居座れる、いていいよなんていう特別資格、特別許可与えてしまったもんですから、川口のクルド人たちは、不法滞在者たちは産んだもん勝ち、産めば日本に入れるという状態になってきております。これではですね、強姦してでも子供を産ませよう、そう考える不良外国人が発生してもおかしくありません。事実、隣の川口市ではクルド人によるしつこいナンパ、つきまといストーカー、車に引きずり込まれそうになった、こういう件が多数報告されております。法務省がやってるですね、日本で生まれた子供の親の不法滞在者は特別に日本に置いてある、こういう温情がですね、いい人ぶりっ子がですね、日本人女性を危険にさらしてんですよ。日本人女性強姦でなくてもですね、クルド人たちは、不法滞在のクルド人たちは産んだら勝ちだ、日本に入れるんだ、子供が小中学生のうちはその保護者として堂々と日本に入れるんだ、こうしてですね、せっせせっせと子供を産んだ結果、日本人の3倍の子供率、小中学生の数が日本人の3倍、こういうような若い団体、若い集団となっております。この人らに日本人は繁殖力で負けますよ。このままでいくと川口市はクルド人の市になってしまいますよ。早いとこですね、新入管法でもって、難民申請2回落ちたやつはどん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 強制送還、さらにはですね、日本で生まれた不法滞在者の子供は特別置いてやるなんていう、そんな甘ったれたいい人ぶったことはやめてですね、例外を認めない、こういうことを実施してもらいたいと思っております。アメリカでですね、安めの手軽に利用できるフィットネスジムを経営しているですね、会社があるんですけれども、ポリコレジェンダーに配慮するというわけで、女子高品質を
トランスジェンダーの人も使っていいよ。どういうことかと言いますと、外見は全くのおっさんで、体もおっさんなんだけれども、私は心は女よ、言い張る人に女子更衣室の使用を許可いたしました。つい最近ですね、そのフィットネスジムで女子更衣室でひげを剃る自称女のおっさんの映像が SNS に流出いたしまして、女子会員の大会が殺到、業績下方修正、株価下落、それと複数のジムには爆破予告が届いたそうであります。ジェンダーに配慮した結果がこれであります。日本でもですね、 LGBT 法案作るときにですね、厚労省が心配しまして、心は女よって言ってても体が男のおっさんの女子風呂利用はまかにならん、そういうやついたら警察に通報せよ、トイレもっていうようなことを全国に通達出しました。ですからアメリカみたいなバカなことにはなっておりませんけれども、歌舞伎町タワービルというビルがありまして、最初ですね、ジェンダーに配慮できる俺かっこいいみたいなバカな、経営陣がですね、ジェンダーレストイレ、作ってですね、何やら同性愛カップルの発展場、出会いの場となってしまったようなんでありますよ。風紀も乱れました。それで今は普通の男女別トイレに改修されております。体はおっさんで心は女よ、言い張るやつの女子風呂女子トイレ使用を認めていたら大変なことになりますよ。これ温泉産業全部潰れると思います。銭湯もなくなるでしょう。そしてそういうですね、体は男でも心は女よ、女子風呂使わせなさい、こういうずうずうしい要求をしてくるおっさんたちを殴りつけられないような、殴りにくいような法律作っちゃったのがやっぱり自民党ですよね。 LGBT 法案作っちゃいまして、こういうふざけた存在を叩きにくくなった、殴りにくくなった、自民党はLGBT 理解増進事業っていうですね、やんなくてもいい事業に講師を派遣したいからこんな法律作っちゃったんですよ。すでにですね、 LGBT 理解増進協会なんていうものができておりまして、そちらから講師を派遣して全国の自治体から礼金をもらう、こういう構想が着々と進んでおります。これが自民党の利権になるもんですから、一生懸命一生懸命やらんでもいい法律を強行で成立させました。委員会で話し合うべきところですね、自民党内からも反対があったもんですから、委員長一人なんですね、委員長がですね、うんうんいいよ、言っちゃってですね、可決成立と、こんなことやってるのが自民党ですよ。利権が第一なんですよ。あいつらはですね、日本のためなんてことはこれっぽっちも考えておりません。自分のことだけ、利権のことだけ、金だけ今だけというのが自民党議員の正体であります。まあ他はもっと悪いんですけどね。